はいどうもこんにちは、俊二です。今日はこちらじゃじゃん、ブレイドレックスザチョンパーを見ていきたいと思います。すごいね、可愛らしい感じの T レックスがいて、で横には粘土がありますね。4色あります。でぐるっと回して後ろすごい、めっちゃカラフルで可愛いですね。なんかいろいろ作れそうですね。可愛いね、 T レックスに粘土をセットしてなんか作ったりなんかもできるみたいですね。それではね、取り出して見ていきます。はい、出てきました。まずは粘土ですね。粘土が4色入ってて、結構ね、大きいですよね。で、パカッと開けるとね、こんな感じで粘土が入ってますね。これはオレンジかな？オレンジに、よいしょ。はい、これ赤色ですね。よいしょ。黄色が入ってて、で、最後、緑色の粘土ですね。箱に粘土の量 224g って書いてるんで、全部で 224g ですかね。で、これはヘラか何かですかね。で、なんだろうこれ、面白い。火山みたいなやつがね、なんかありますね。あ、そうか、ここに粘土詰めて、グッて押したら、ブワって出る感じかな。面白そう。これ、あー、すごい。なんかね、いろんな型になってますね。なんか骨だったり、あ、これ化石ですね。恐竜の化石で、これアンモナイトか何かかな。いや、これワニですよね、これいや、面白そう。あ、これはなんだ、なんかちょっとね、悪魔の実みたいなそんな型になってそう。これは恐竜の足の型ですかね。はい、かわいいね、 T レックスですね。こんな感じで目がね、クリクリでめっちゃかわいいですね。で、口を開けるとなんかこんな感じ、歯があってね、なんか舌があって、穴ポコがある、なんか出るのかなこれ。で、前足短くて、これ動かせないですね。で、足後ろ足すごいですね、これもうくっついちゃってるで、横にもなんかね、型があって、これカエルにカタツムリにぐるっと回して、反対テントウムシにトンボの型がありますね。で、底目に、おお、型がある、また悪魔の実みたいなそんな型がありますね。で、背中のところね、ここパカッと上げれて、あ、尻尾も一緒にね上げれて、あ、口も動く、あ、動かない、あ、ちょっと動いてますね。で、ここに粘土をセットしてグッと押すと、ここからね、ピューっと出る感じになってそうですね。で、これね、で、目いっぱい上に上げて、この中に粘土を入れてグッと押すと、穴ポコから粘土の下が出てくるんですかね。いや、これめちゃめちゃ面白そう。この T-Rex の大きさなんですけど、アニアジュラシックワールドの T-Rex とね、大きさ比べるとこんな感じになってて、結構大きいですね。で、めちゃめちゃとにかく可愛いめちゃ可愛い感じです。ではね、遊んでいきたいと思います。はい、まずオレンジ色、はい、で、ヘラを使ってカットして、まずはこの緑の型を使ってね、遊びたいと思います。頭から恐竜の化石いきます。グッと押し込んで、まあ、好きなところでね、押し込んで、粘土セットして押し込んで、じゃじゃん、できました。おー、かっこいい。これこうカットしたりした方がね、多分見栄えいいですよね、多分ね。こんな感じでね、よいしょ、取ると、おーはい、わかりますかね、恐竜の頭ですかね、これ化石になります。いや、かっこいい。箱の後ろの写真を見るとかなり可愛い感じでできてるんで、いろんな色を混ぜながらね、やるとこんなの作れるんでしょうね。いや、僕センスないからね、ちょっと厳しそう。めっちゃ可愛いですよ、このカタツムリとかね。さっきの簡単だったんで、この大きな恐竜の化石いきましょう。はい、今度はグリーン、まずね、グリーンを使ってこう2色使ってみたいですよね。はじめにここにね、型にグッと押し込んで、グッと押し込んで、とりあえず緑セットしたんで、次はね、オレンジ色グッと押し込んで、うわー、どんな感じだろうめっちゃ気になる。かっこいいのできてほしい。いきます、きた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 、じゃあ、どうですかまあ、そこそこかっこいい感じになりましたね。いやー、嬉しい。オレンジ色がちょっと土っぽくなって、余計なんか化石感出てますよね。いいなー、やったー、めっちゃいいのできた
いやこれ面白いですね。他にもいろんなのありますからね。では次はね、火山行きましょう。いや火山といったらマグマ、赤色ですよね。はい、ここにね粘土をセットします。結構使いそうですよね。はい、粘土をググッと押し込んで、でこの緑のやつでね押します。あ、下に置いたらいいのかな。下に置いて、さあグッとね下に下ろします。いきます、せーの、よいしょ、出てきたです。いやすごいすごいすごい、おーおーおおすごい。すごい。ちょっと気持ち悪い。いやすごい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 。いや太いの、真ん中太いの出てきましたね。太さがなんか違いますね。これ面白い。髪の毛みたいになってる。ここにちょっと顔描きたいですね。いや面白いな。でこれを抜くと、よいしょ、どんな感じになって、おー、あ、これ中の粘土を取るのが大変そう。飛び出た粘土ね、カットして、散髪みたいになってる。カットして、はい、粘土ね、残ってますね。あ、グッと押したらすぐ取れそうですね、これ。あ、綺麗に取れるのかな。あ、割と綺麗にね、取れますね、こんな感じでね。ちょっと残ってますけどね。でこの足方は多分ね、下に粘土を置いてグッとやったらこの形になるってやつですよね。これは今回やめておきます。ではね、この可愛い T-Rex で遊びたいと思います。まずはこの横ですね、横の型に粘土をセットします。グッと押し込むと、これもね2色ぐらい使うとね絶対可愛くなると思いますね。はい、取ると、おお失敗、取ると、これは、はい、可愛いトンボの出来上がりです。頭がちょっとおかしいですけど、いや可愛いのできましたね。でいらないところをカットしてね、カットして、あ、カットもしやすいですね。さっきのヘラ使ったらね綺麗にカットできると思います。で今度は反対側ですね、カエル行ってみましょう。あ、これ結構大きいんで、あ、粘土いっぱい使いますねこれ。で取ると、さあどんな感じだ、おー、できた。カエルの出来上がりです。いらないところねちょっと取って。はい、こんな感じでね。いや可愛いっすね。これは顔もちゃんとできてますね。では次は背中いきましょう。まずねこうパカッと上げて、赤色の粘土をねここにセットします。としてこんな感じでいいですかね。で尻尾をね下ろします。下ろすと、おー、すごい、トゲが、トゲが出てきた。いや、すごいすごいすごい。こんな感じでね。おー、すごい。かっこいいですね、ちょっと。なんか、ステゴサウルスみたいになった。ステゴサウルスみたいにね、板の完成ですね、これ。面白い。で、尻尾を持ち上げると、こんな感じですね。ぺっちゃんこなってる。で、ぐっと持ち上げて、次はね、ここ。そうだそうだ、まだね、黄色、使ってなかったですね。ちょっと、下の色としてはおかしいですけど、黄色、いってみます。はい、黄色ね、ここの中に入れて、はい、尻尾をね、下ろします。いきます。下ろすと、下は出てきました。出てこない、まだ出てこない。足りない。ああ、だいぶ入れないとダメなのかな、これ。はい、ぐぐぐっと入れて、ちょっと溢れるぐらいにしときますね。はい、いきます。ぐっと押して、さあ下出てきて、あー出てきた。出てきました。おー、ちょっと見えにくいですけど、こんな感じで黄色のね下が出てきました。はい、口開けるとねこんな感じですね。いや可愛い。ちょっとね先っちょくるんとなってて可愛いですね。いやこれ面白い。ちょっとお茶目な感じのねT-Rexになってますね。はい、今回は粘土で遊ぶおもちゃ、プレイドレックス・ザ・チョンパーをご紹介しました。いや、T-Rexがね、めちゃめちゃ可愛かったですね。あと他にもちっちゃいね、型なんかもいっぱいあって、楽しくね、遊ぶことができますね。ちょっと粘土の種類が4種類と少ないかなって思ってたんですけど、いや、十分遊べますね。2色、3色ね、使って、作ったらね、かなり可愛いのできそうですね。僕、こういうの苦手なんで、可愛いのできませんでしたけど、でも今回のこれ、これは結構ね、自信あるんですよ。これ、自信あるっていうか、なんかよくできた方だなと。
結構満足してます。はい、ということで今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。